博士、私を呼んだ？ああ、座ってくれ。キアナ、体調はもう大丈夫なの？ゼールもいたんだ。ありがとう、もう平気だよ。身体検査も特に異常はない。食欲はどうかな？バッチシだよ。1日4食だし、訓練の日はハンバーガーを追加するくらい。事件が解決したおかげでご飯を美味しく感じてるのかも。今みんなキアナとご飯を食べたいって言ってるもん。人形の事件が一段落してみんなもほっとしたんだと思う。あとキアナの戦いぶりをみんな見てたから話しかける人が増えたよね。それで食堂のおばさんに怒られちゃったよ。みんな待ってるんだから早く来なさい、じゃないと料理が冷めちゃうでしょ。そうだ博士、支配の律者の状況はどうなってるの？コアは全部回収した。ここ2週間支配の律者の反応は出現していない。ならよかった。ネゲントロピーと天命、それから一部の国にも作戦結果を通達した。まだ危機が完全に去ったとは言えないが、ひとまず一段落したとは言っていいだろう。ただ人形事件の影響により崩れた社会秩序には修復に時間が必要だ。それにそう簡単に癒えない傷もあるだろう。だがキアナ、君のおかげで僕たちは見事に勝利した。うんうん、みんなのおかげだよ。そう言うと思ったよ。だが感想は夜まで取っておいてくれ。夜？忘れたのかい？僕が君とゼーレをここに呼んだ理由。え？ネゲントロピー創立60周年のパーティーだよ。もう過ぎてるけどやっぱりやった方がいいってアインシュタイン博士が言ってくれたの。前回一緒に買い出しに行ったでしょ。やっと飾り付けができるんだよ。そうだった。なんだかすごく昔のことのように感じるよ。60周年、つまり61回目の創立日。ネゲントロピーってこんなに歴史が長かったんだね。そうだね、いろいろあったけど解決できてよかった。今夜はみんなでゆっくり過ごすとしよう。もしかしたらテスラ博士の余興を見られるかもしれないぞ。え？テスラ博士が？普段ならそんなことしてくれないが、僕が彼女のコーヒーにこっそりと酒を入れたらどうなるかわからない。楽しみにしておくよ。みんなも知っていると思うが、ネゲントロピーという組織は創立の日から様々な困難に直面してきた。1976年、俺たちが20回目の創立記念日を祝った時、俺は創始者のプランク教授にこんな質問をした。ネゲントロピーの未来は一体どこにあるかと。あの頃天命の包囲により俺たちはアメリカ以外の場所で活動ができず、ムーンライトスローンの研究もなかなか進まなかった。だから当時の俺はそういった状況のせいで組織の発展がかなり制約を受けていると思った。しかし教授はそう思っていなかった。私たちみんながネゲントロピーの未来よと。彼女は自分の心臓を指さしながら、私たちが冷静に天命と交渉すれば天命はどうすることもできない。私たちが落ち着いて建設をちゃんとすればネゲントロピーはどんどん強くなる。そしていつかみんなが世界の素晴らしさを感じることができたら、人類は必ず崩壊に打ち勝てる。それが俺たちネゲントロピーの根幹にある精神だと。明日にはもっと苦しい任務がみんなを待っているが、今日俺たちはここでネゲントロピーの61回目の創立記念日を祝おう。みんな、ネゲントロピーの精神に乾杯。乾杯。いろいろ見て回ろうかな。ブローニャ、ここにいたんだ。キアナ、せっかくのパーティーなのに食べないんですか？会場のセッティングをした時につまみ食いしちゃったからね。さすがキアナです。ブローニャは人の多いところが苦手だと思ってた。たまには賑やかなのも悪くありません。
セーフレイヤーにいた頃を思い出します。うん。委員長。ああ、キアナ。委員長がそんな格好するなんて珍しいね。一応パーティーだからそれなりのマナーをと思ってね。でもなんだか委員長少し緊張してる？そういうわけではないけど、こういう場面にあまり慣れていないから。それにやはり四季の律者のことが心配で。うん。正直に言うと彼女にもこのパーティーに参加してほしかった。どうして？こういう集団生活を体験できれば、もしかしたら彼女は違う選択をするかもしれないからね。テレサ。あら、パーティーはどう？ゴーヤジュースがないことと、初対面の人たちに子供扱いされたこと以外はいい感じね。ベルト。あ、キアナ。さっきの演説とっても良かったよ。即興で話したまでだ。だが全部お世辞ではなく本心から思ってることだが、ね、俺はネゲントロピーの理想が実現することを願っている。もちろんそうなるまでには君たちの努力も必要になる。まさに教授の言った通り、俺たちみんながネゲントロピーの未来だ。うん、私も覚えておくよ。アインシュタイン博士。やあ、キアナ、楽しんでるかい？楽しんでるよ。テスラ博士は余興を見せるんじゃなかったの？ああ、彼女のコーヒーに細工した時うっかり手が滑ってしまってね。彼女は朝までぐっすりだと思うよ。博士。あいあいさ。まだパーティーが終わってないけど、なんだか少し眠くなっちゃった。どうしようかな。せっかくの機会だし、もう少し見て回ろう。わかったわかった。どうしようかな。もう部屋に戻って寝ようかな。今日はいい夢を見れる気がする。そろそろ寝ようかな。こんな時間に誰だろう。こんばんは、キアナ。ブローニャ、どうしたの？どうしたの？やっぱり人の多い場所は苦手だった？心配ありません。キアナはどうでしたか？うん、十分楽しめたよ。でも、やっぱりセーフレイヤーにいた頃の方が楽しかったかな。あ、別にここのパーティーが悪かったわけじゃないよ。ただ、あそこには一番素敵な思い出があるから。そういえば、ブローニャもあの人形たちと接触したんだよね。はい。ブローニャが遭遇した宿主は司会者でした。うわぁ、よく喋りそうな相手だね。はい。まるでトークショーみたいでした。めんどくさそう。キアナは、最後の人形が話したことを気にしてるんじゃないですか。バレた。少しだけね。奴らは人類ではなく歪んだ人格に過ぎません。わかってるよ。ただ考えてみたんだ。私だったら人形になることを選ぶのかどうか。もしパパが助けてくれなかったら、メイ先輩とブローニャがいなかったら、テレサが入学させなかったら、みんなに出会わなかったら、
そう考えると私はずっとみんなの優しさに甘えてきてた。あの人形たちは失敗を経験し、中には失敗を繰り返す者もいた。そういった中で彼らは孤立無援で希望を失い、心の闇に屈した。ただ理解はできるけど正しいとは思わない。失敗したから諦めるとか、苦しいから屈するとか私は思わない。もちろんみんなが助けてくれなかったら私は進むべき方向を間違えてたかもしれないけど、どれだけ険しい逆境の中でも素晴らしいことは存在すると思うんだ。天球師から大巨山、それから今回の作戦、キアノはもう十分たくさんの人を助けました。だから安心してください、キアノ。いつかみんながこの世界の素晴らしさを感じる日が来ます。ベルトの言葉をもう自分のにしちゃったの？正確に言うとこれはプランク教授の言葉です。ブローニャはとても気に入ってます。うん、そうだね。ありがとうブローニャ。なんかブローニャと話したらすっきりした。はい、それならよかったです。早く寝ましょうキアナ。今日はパーティーでしたが、明日も訓練がありますから。うん、おやすみブローニャ。おやすみなさいキアナ。メイ先輩、姫子先生、絶対連れて帰るから。まだ終わっていない。これは私たちの劇場。これは千人で作り上げる舞台。糸はもうあなたの体に巻きついた。
嘘つき、みんな嘘つき。騙して利用した人たちにその代償を払わせてやる。出して出してってば。何ぼーっとしてるの艦長。わかった。あいあいさ、前に進もう。わかった。前に進もう。わかったわかった。わかった。前に進もお腹すいた。レイ先輩。前に進もう。眠い。ここで少し寝てもいい？だらけの利己的な大人たちに私が受けた苦しみをその100倍、1000倍、数万倍にして返してやる。ごめんなさい。ひどいことをされたのは知ってる。今さら思い出して謝りに来たの。遅い。もう遅いよ。私がもっと早く気づいて、もっと早くあなたたちを助けに来ていれば。私を信じて、ついてきて。綺麗事ばかり。そうだ、思い出した。あの嫌な大人たちは笑って私にこう言ってた。私たちがした実験はヴァルキリーの成婚を作るためだって。お前たち、
前たちのせいだ。私はお前たちのための道具なんかじゃない。証明する、私の力がお前たちよりもずっと強いことを。てめえのやつら誰も生き残れると思うな。テレサ気をつけて、攻撃してくるわ。これが私の復讐。わかった。前に進もう。わかった。前に。わかった。あなたったらどれだけお酒を飲んだのよ。自分の娘のこともわからなくなったの？これも姉の力。私を娘だと思ってる。ちょうどいい。ここでお前たちを。さあシーリン、あなたのためにケーキを用意したの。ケーキ？お母さんが生きてた頃一回だけ食べたのを覚えてる。一口だけならこの味おいしい。あの頃食べた味だ。ごめんねシーリン、二日もあなたに寂しい思いをさせて。だから明日は一緒にお出かけしましょう。お出かけ？私は何をしてるの？どうしてあいつらを殺さなかった？あれは私の親じゃない。まあいいわ。ここは私が作った元凶。私がその気になればいつでも殺せるんだから。ひとまず彼らが何をしたいのか見てみよう。平凡で幸せな日常。もし崩壊がなかったら、お母さんが死んでなかったら、私もこんな幸せを手に入れてたの。シーリー、この店に入りましょう。ここのお洋服かわいいわよ。困ったわ、私の娘は何を着ても似合っちゃう。全部買っちゃおうかしら。じゃあこれは？あら、さすが私の娘、センスがいいわ。この服を着たあなたは世界一かわいい女の子よ。さあお母さんに抱きしめさせて。待って、ダメ、抱きしめないで。私は何を考えてるの？どうかしてるわ。あの一瞬彼女のぬくもりが欲しくなった。あの女は私のお母さんなんかじゃ。爆発？こんなガラス片にやられるわけがない。シーリー危ない。何してるの？怖がらないで、お母さんが守ってあげるから。お母さんはここにいるから。イヒリベディヒ。シーリー、お母さん。嘘つき、嘘つき。お前は嘘つきだ。娘じゃないのはとっくに知ってるんでしょ。よくも私を騙し。シーリー聞いて。娘じゃないって分かってるのに私のことが大事なふりをして。やっぱり目的も私を殺すことだ。
他の人と同じ嘘つきだ、大嘘つき。違うの、シーリー、実は。クソクソクソ、全員どきなさい。私は一人ぼっち。お母さん、寒いよ。大丈夫シーリン、もう大丈夫よシーリン。かわいそうな子、私はあなたを騙そうなんて一度も思ってないわ。元凶の中であなたの孤独と苦しみを見せてもらった。私は本当にあなたのお母さんになりたい。あなたの失ったものをもう一度与えてあげたいと。でもあの時私は何も変えられなかった。少なくともあなたの人生の最後にこのぬくもりをあなたにあげたいわシーリー。ディベティ、ディヒ。またこの夢。喉が渇いた、水でも飲もう。シーリン、あの時あんたはどんな夢を見たの？イヒリベディヒ、あんたが心の中で何度も口にした言葉、あんたにとって一体何を意味するの？記憶の影が答えをくれるわけないか。明日みんなに話してみよう。ほな。したんですか？なんだか上の空ですが。ん？あ、なんでもない、平気だ。その顔、私また心配をかけちゃったみたいだね。もう一人で背負わないってみんなと約束したから黙ってるつもりはないけど、ちょっと複雑だから。ブローニャは気にしません。キアナの言葉で少しずつ教えてくれればいいんです。じゃあブローニャ、唐突かもしれないけど、シーリンってどんな人だと思う？シーリン、あの第二次崩壊を引き起こした空の律者シーリン。うん、夢の中で彼女の記憶を何度も体験したことがあるの。シーリンは律者で人類の敵だけど、夢の中で最も感じたのは彼女の心残りの方だった。世界は彼女に苦痛を与えた。だから彼女は憎しみや憎悪を他人に向けた。でも彼女に愛情やかすかな善意を向けた人もいた。なんだか彼女のことをかばってるみたいになってごめん。多分私も記憶の影響を受けてるのかも。もっと頑張らないとだね。キアナが謝る必要はありません。悩みを打ち明けてくれたこと、ブローニャは嬉しいです。シーリンが引き起こした第二次崩壊、ブローニャの両親は
その災害で亡くなりました。彼女が憎い？全く憎くないといえば嘘になります。ですがその災害はブローニャの物心がつく前のことです。正直に言うと実感がありません。第二次崩壊は空の律者シーリンの死によって終結しました。彼女は払うべき代価を支払ったんです。だからブローニャの憎しみももう終わりました。キアナの話は間違っていないとブローニャは思います。人は鏡みたいなものでそれぞれが思う世界を映し出しています。傭兵だった頃のブローニャは感情のない兵器みたいで世界に対して冷たい殺意しかありませんでした。でも係屋お母様がブローニャを孤児院に入れてくれて、ゼーレがブローニャに家の意味を教えてくれました。人生には様々な可能性があります。成長する最中で接した人はその人に影響を与え変化をもたらし違う道を歩ませることもあります。シーリンもブローニャもそれはみんな同じです。支配の律者もそれを利用して人々の負の感情を大きくし、そしてそれを利用して世界に危害を加えてきたんじゃないですか。負の感情に負けてられないね。その通りです。それが人の心の強いところです。でもキアナの言ったのが、キアナの中にあるオットーによって目覚めたあのシーリンなら、ブローニャは彼女が嫌いです。彼女がキアナに苦痛を与えましたから。ありがとう。こうして考えてることを素直に話して素直に礼を言うキアナはなんだか昔のキアナに戻ったみたいです。私もこうしてた方が私らしいって思ったよ。うん、すっきりした気がする。訓練室で話すだけっていうのももったいないし、ブローニャ久しぶりに手合わせしてみない？いいですね。次元挑戦、撃墜数、それとも1対1ですか？言っておきますが、模擬訓練でもブローニャは手加減しませんよ。望むところだよ。何ぼーっとしてるの、艦長？どこへ行くのよ、迷っちゃいそう。前に進もう。あいあいさ。ここで少し寝てもいい？前に進もう。わかった。Thank you.
習を遅らせる。危ない。見て。前に進もう。何ぼーっとしてるの艦長。おかしいです。ブローニャどうしたの。やっぱり使えません。断りの律者の力がまだ回復してないんです。まだダメなの。支配の律者を倒したら戻ると思ってたのに。ブローニャもそう思ってました。でもやはり何か変です。最初は時間が経つにつれ力も徐々に回復するものだと思ってました。でもこんなに時間が経っているのに回復の兆しはありません。何か鍵となるものを見落としている可能性があります。でも人形はもう消滅したし支配劇場にも戻れないよ。どうやってブローニャの力を取り戻したらいい。ブローニャは律者の力だけを頼りに戦ってきたわけではありませんので大丈夫です。ただこの裏に何か別の意味が隠されているのではないかと。実は私もちょっと疑問に思ってたことがあるの。支配劇場で空の律者の力を使って通路を開いた時力を奪われる覚悟をしてたんだ。人形が空の律者の力を自在に扱えるようになるまで時間がかかると思ったから。それまでに奴らを倒せれば私たちの勝ち。でも不思議なことに私の力は奪われなかった。その後の戦闘でも空の律者の力を使ったけど何の支障もなかった。あの時人形たちは勝機がないから諦めたのかと思ったけど、でもブローニャの話を聞くとやっぱり違和感がある。律者の力を奪えば明らかに向こうにとって有利なのに、どうしてそれをしなかったんだろう。はい、確かに妙です。空の律者の力を手に入れるためハイペリオンまで来たのに、いざチャンスが来た時に手を出さないなんて別の意図でもあったのでしょうか。わからない。この件はブローニャが博士たちに報告して相談します。キアナも気をつけてください。うん、もうダメ、お腹空いた。先に食堂に行ってるからまた後でね。お腹いっぱい。あれゼレ、どうして自販機の前でぼーっとしてるの。これ壊れてるみたい。壊れてる。ボタンを押してないからだよ。ほらこうして押せば出てきたよ。はい、わさびピーナッツ。ゼーレってばどうしちゃったの。まるで初めて自販機を使ったみたい。ふん、どこかのおバカさんがどうしても好きなものを食べてほしいなんて言うから。めんどくさいわ、来なければよかった。ん、今日のゼーレなんか別人みたい。でもどんなゼーレもゼールだよね。当たり前でしょ、私たちはゼーレだもの。あなたはどう。もう一人のあなたとの喧嘩はどうなったの。まずい、言っちゃいけないことを言ったかしら。ゼーレに知られたらきっと怒られるわ。誰しも心に善と悪が共存してるからあまり気にしないでって。あなたがあなたの信じたいものを信じそれを貫き通せばそれで十分でしょ。もう私ったら何を言ってるの。やっぱりゼーレはすごい。は？まだ何も言ってないのにもう私の悩みを見抜いちゃうなんて。本当にゼーレは優しいな。アドバイスありがとうね。テレサ、ここにいたんだ。
っきまでアインシュタイン博士たちと次の作戦について話してたの。それで食事のタイミングを逃しちゃったから、何か食べ物がないかなと思ってここにね。それでキアナは私を探してたの？何かあったわけじゃないけど、ちょっと話がしたくなった。そんなにかしこまってどうしたのよ。何かしら？シーリンのことなんだけど。シーリン、第二次崩壊の時テレサはシーリンに会ったことがあるんだよね。ええ、あの子を助けてあげられなかったこと、今でも辛い記憶だわ。彼女は人類の敵になることを選んだ。それでもテレサは彼女を助けたいと思ったの？あの子は過ちをたくさん犯したけど、彼女一人が悪いわけじゃないわ。彼女を正しく導いてあげる人が彼女のそばにいなかっただけよ。子供に善悪の区別を教えるのが大人の義務だもの。正しいことを教えてもらえなかった彼女が過ちを犯し、そしてその罪を全部彼女に背負わせてしまったら、それこそ責任転嫁だわ。もしも私がもっと早くバビロンの塔の実験に気づいてシーリンをセーフレイヤーに入学させていたら、彼女は助かっていたかもしれない。そうしたらあの災害も避けられたんじゃないかって。けどこの世にもしもなんて存在しない。起きてしまったことは変えられないの、テレサ。シーリンのような悲劇が二度と起こらないようにするしかない。それがセシリアの願いでもあるわ。ママ、セシリアの？セシリア、彼女はシーリンの元凶に閉じ込められたことがあるわ。中で何があったかは知らないけど、シーリンは彼女と向き合う時にだけ迷いを見せたわ。セシリアの目を見た時、本当にあの子を助けようとしてるんだって私も気づいた。彼女の性格からしてきっと最後の1秒まで諦めてなかったと思うわ。もう手遅れだって分かってても彼女は諦めない。彼女はそういう人よ。何かを決めたら最後までやり通すの。自分が傷つこうとも他人に優しくする。その優しさで多くの人を救ってきた。私もジークフリートもシグレキラも、彼女は美しい月光のようで、私たちにぬくもりや愛を教えてくれた。だから私はセシリアの選択を信じるわ。私もセシリアの愛と優しさを広めていきたいと思ってる。素敵だね。ありがとうテレサ、その話を教えてくれて。私もちゃんと考えて自分の選択をするよ。久しぶりに昔話をしたら少し感傷的になっちゃったわ。今日はセシリアの花で入れたお茶でも飲もうかしら。ああ、めんどくさい。落ち着いてくれテスラ博士。君が声のボリュームを上げても調査進捗は変わらないよ。何があったの？人形事件の余波さ。どんな？私が説明するわ。私たちが船体の人形個体を消滅させた後、人形の宿主たちも徐々に正気に戻っていったの。まあ彼ら自身は律者と意思の疎通を図る手段がなくて有効な特定方法もないから調査で推測した結果でしかないんだけど、ここ2ヶ月の失踪報告、当事者の性格が急変したという証言、自身の変化に気づいた本人の申告、そういった方法で特定していったわ。それらの報告をまとめたところ、私たちはその結果に驚いた。その数が1000を超えていたのよ。え？
人形の数は1000体以上もあったってこと？そう急いで結論を出す必要はないよ、キア。私たちも最初は驚いたけど、さらに調査したところ、事実は私たちの想定と少し違っていたわ。失踪報告と目撃証言には、一部人形と無関係な事件があった。それは、まだ私たちの想定内だったんだけど、本人の申告によるものに関しては、怪しい部分がかなり多かったの。一部内容が矛盾してる人たちもいて、確認しに行くと勘違いだったって言われることもあった。一番わけがわからないのは、3回聞いて3回とも全く違う回答をしたやつよ。それって誰かが嘘をついてるってこと？そうよ。どこで情報をつかんだか知らないけど、異常な力によってトラブルを起こした場合、その責任を負わなくてもいいってことを知ったみたいで、それを利用してる奴らがいるのよ。そういった奴らは人形のことを全然知らないから、宇宙人に誘拐されたとか、毒キノコを食べたとか、悪霊に取り憑かれたとか、デタラメなことを言ってたわ。そして本当に人形の影響を受けた人たちは、自分に何があったのか説明できないくらい言ってることがめちゃくちゃなの。そういうめちゃくちゃな証言から彼らの行動を調べつつ、嘘やデタラメを言ってる奴らの判断もしなきゃいけない。そのせいでネゲントロピーの調査は全然進んでないし、今も被害状況をうまく整理できてないのよ。以上のことから、人形とその宿主は1000体のみという結論はそのまま維持することにした。うん、でもある意味いいことだよね。どこが？被害人数が増えてないところだよ。支配の律者が起こした災害はこれで終わり。そう考えると、あんたってばポジティブよね。まあね、別に褒めてないんだけど。まあいいんじゃないか。テスラ博士もそういった考え方を学んだ方がいいと思う。必要ないわよ。ごめんなさい、ぶつからなかった。大丈夫だよ。それよりゼーレはどうしてここに？キアナが会議室にいるって他の人に聞いてここに来たんだけど。それよりさっきゼーレと会った時、キアナに変なこと言ってなかった？変なこと？言ってないよ。むしろゼーレのアドバイスに助けられたかな。はあ、よかった。何があったか教えてくれないから心配してたの。今度また悩みとかあったら遠慮せずゼーレに相談してね。キアナはゼーレの友達でしょ。友達の力になれたらゼーレは嬉しいから。ありがとう。じゃあ次もお願いしようかな。うん、疲れた。訓練の時にいろいろ考えてたらこんな時間になっちゃった。やっぱり難しいことを考えるのは苦手だな。でもみんな私のために考えてくれた。わけのわからない質問をしても誰も笑わず真剣に答えてくれた。いろんな形で私のことを思ってくれて助けてくれてる。ありがとうみんな。誰？おかしい。この時間はみんな眠ってるはずなのに。何かが落ちたのかな。ドアの外から気配は感じない。敵意もなさそう。でも油断は禁物。異常を確認したらすぐみんなに知らせないと。どうして これって支配劇場？誰？分かってるくせに。キアナやっと来てくれた。私たち待ちくたびれたよ。私たち？どうして？作戦はうまくいったのに、人形は消えたはずなのに、とか思ってるでしょ。なら来て、来てよ。あなたの決意を見せて。何ぼーっとしてるの、艦長。
眠い。ここで少し寝てもいい？わかった。来た、来てくれた。やっぱり私たちは間違ってない。あなたが一番資格を持ってるよ。資格？何の話をして。あなたのことは知ってるよ、キアナ。私たちの都市を救ったヒーロー、空の律者。あんた、天球史で暮らしてた人？そうそう、会ったこともあるんだよ。あなたはもう覚えてないだろうけど、私はずっとあなたに会いたかった。面と向かって感謝を伝えたかった。あの頃の私は普通の中学生だった。天球史の郊外で暮らし、一度もそこを出たことがなかった。でもある日、怪物が学校を襲って平凡な日常を破壊した。学校が廃墟になって、私の友達もクラスメイトも先生たちも瓦礫の下に埋まった。彼らの助けを呼ぶ声はどんどんと弱くなっていき、やがて静寂が訪れた。私の人生はここまでだ。もう誰も私たちを助けてくれないかもって思いながら、私はゆっくりと目を閉じた。その時、あなたが現れたんだ。あなたは笑いながら私の頭を撫で、もう大丈夫、よく頑張った、救援はもうすぐやってくる。私とそんなに年が離れてないのに、あなたの笑顔は揺るぎないもので、勇敢で綺麗で、私は涙を拭いて立ち上がる勇気を振り絞った。学校は廃墟になっちゃったけど、少なくとも私はまだ生きている。その時の私にとって、あなたは希望の化身だった。努力すれば何もかもがうまくいくと信じてた。でも私は勘違いしていた。生き残った私は避難の的になった。同じ区域の子供たちもそこの学校の生徒だったのに、生存者は私だけ。周りの家庭のほとんどがあの災害で家族を失った。彼らは互いを支え合い励まし合ってた。でも私の両親とだけは距離を置くようになった。どうして私だけが生き残ったのか、そんな声が少しずつ増えていき、最後は憎しみに変わった。誰も居場所をくれず、誰も両親に仕事を与えなくなった。災害の救援も様々な理由でうちの申請だけが遅れた。災害は私たちを潰せなかったけど、同胞であるはずの人類が私たちを潰した。母は毎日のように涙を流し、勤勉だった父は酒に溺れ怒りっぽくなった。ある日、酒を飲んだ父の独り言を耳にした。あの子もあの災害で死ねばよかった。あの瞬間、私の中で何かが張り裂けそうになった。そして私の耳元でささやき声が、ようこそ支配劇場へと。もしあなたが私を助けなかったら、私は苦しまずに済んだし、両親だってもっといい暮らしができたはずだと、だんだんと考えるようになった。しばらくして、またあなたのことを耳にした。あなたがあの爆弾を止め、都市を丸ごと救ったと。でもそのせいで、私の苦難はまだ続いた。あなたが良かれと思ってしたことが、私により多くの苦しみを与えた。人の心の卑劣さは、災害よりもずっと恐ろしい。こんな世界なんかに最初から本当の救済なんて存在しない。生きることが死ぬより苦しいなら、どうして私を助けたの？未来が今よりも暗いなら、どうして光を見るように言ったの？あなたがヒーローなら、どうして私の両親を苦しめ、彼らの人生を壊したクズたちを助けようとするの？やっとここで私は答えを見つけた。ほら、この劇場にいる人はみんなそう。
この世界にいるみんなそうなの。目的ですぐカッとなる。自分本位で悲観的で、自分の欲しいものもすべきこともわからず、ただ他人の言いなりで、かわいそうな役者で、そして愚かな人形。あなたに礼を言わないと。あなたが私をこの絶望的な舞台に上がらせたのは、私にそれを教えてくれるためだったんだね。私も彼らと何の違いもない。私も卑劣で醜い人類の一員だよ。いや、惑わされない。あんたは支配の律者、人類じゃない。あんたが彼らの負の感情を大きくし、極端な結論を出すように誘導したんだ。あんたは所詮人類の考えを真似する人形。人の心はそう簡単じゃない。あんたの宿主、あの女の子もそんな弱い人なんかじゃない。どうやらあなたはまだ自分の立場が分かってないみたいね。さあ来て、まだ聞かせたい話がたくさんあるんだから。お腹すいた。レイ先輩のお弁当が食べたいな。何ぼーっとしてるの？かん、どこへ行くのよ。迷っちゃいそう。また追いついてくれた。報酬として質問するチャンスをあげる。一回だけだよ。あんたの宿主、あの女の子はまだ生きてるの？なんだそんな質問か。いいよ、答えてあげる。私たちは人類より正直だからね。あの私は一応生きてる。でも周りに仲間外れにされ、両親に冷たくされ、心が崩れつつある。生きてるよりも死んだ方がマシだろうね。それもあなたのせいだ。あなたが私を苦しませる奴らを助けた。あんな奴らはさっさと死ぬべきだ。あの爆弾でみんな死ねばよかったんだよ。そんなことさせない。もう一度選択する機会があったとしても、私はあの災害を阻止する。じゃあ、あなたは奴らの共犯者だ。家族を失った辛い気持ちを生き残った人にぶつけるのは人の心にある悪だよ。でもあんたが言ったように、彼らが早くトラウマを克服するため互いを支え合い励まし合ったのは人の心にある善。誰にだって心に善と悪が共存してる。だからそれは私が人助けを諦める理由にはならない。何それ、自分のためのべ。そうか、そうだね。あなた自身があの最大の悪だもんね。私のことをたくさん話したから、そろそろあなたの話をしよう。どう呼べばいい？キアナ？実験体 K423？ それとも空の律者シーリン？ あんたの目的って。当たり、当たりだ。もう気づいてると思うけど、私たちは仲間になる素質を持った人のところに行ける。でも彼女の意識があなたに抑えられたせいで、糸をあなたに巻きつけることができない。だから決めたんだ。何に変えてもあなたを私たちの劇場に引っ張り込むってね。私たち一人一人は弱いけど、みんなの力を集めればきっとあなたも隙を見せてくれるはず。あなたたちの罠や小細工、私たちの劇場で砲撃を仕掛けてきたことも私たちは全然気にしてないよ。だってあなたが劇場に入ってきた瞬間から私たちは成功してるんだもの。さあ、最高の場所を選ぼう。そろそろ終幕の時間だから。眠い。ここで少し寝てもいい？わかった。
お腹すいた。レイ先輩のお弁当が食べたいな。眠い。ここで少し寝てもいい？ここはいいね。見晴らしがいいし、最高の演目を行うのにふさわしい。もう終幕の時間だけどね。おやおや、役者がもう待ちわびてるみたいだ。あんたたちの本当の目的はシーリンの意識を刺激し、空の律者を再び目覚めさせること。そう、そうだよ。今外の奴らは一件落着とか思ってるでしょ。みんな普段の生活に戻りたいとか思ってるでしょ。ネゲントロピーは怪しいと思いつつも、民衆の圧力によって危機は去ったと言わざるを得ない。さて問題、もしこの時私たちが再び登場して、さらに空の律者を連れていたら、人類たちはネゲントロピーをどうすると思う？そうそう、ベルトたちはずっとキアナ・カスラナは自分の力をコントロールできている。そんなことはさせない。でもそれは今までの計画に過ぎない。今回の行動で意外な収穫があった。キアナ、あなたはシーリンよりも私たちの一員になる資格があるかもしれない。さあ来て、あなたのための審判が始まるよ。審判、審判。静粛に、静粛に。今から新メンバーにその資格があるか審判を行う。名前を言え。知ってる、知ってる。彼女はキアナ、キアナ・カスラナ。いや、彼女はキアナなんかじゃない。かわいそうなやつ。名前も人からぬせも心配ない、心配ないよ。ここのみんなだってそう、みんなあなたと同じ敗者なんだから。あんたたちの基準で私を判断しないで。おや、私たちが嫌？あなたにそんな資格がある？私たちは人形だけど、あなたはどうなの？コアの入ったクローン実験。うわ、人類じゃない。そもそも人類じゃない。静粛に、静粛に。新メンバー、罪を白状せよ。知ってる、知ってる。あなたのせいでジークフリートという男が全てを失った。あなたを助けるために彼は娘を失った。器の大きい彼はあなたを育てたのに、恥知らずなあなたは彼の腕を切り、彼をパパと呼んだ。あなたが自分をコントロールできず、おとなしく閉じ込められるつもりもないせいで、あなたの友達はみんな帰る場所を失った。あなたは美しい世界を守るために戦うと言いながら、自分の先生をその手で殺した。あなたは親友を傷つけ、そのせいで彼女はあんな危険な場所に身を置くようになった。あなたはヒーローらしいことをしてるけど、あなたの周りにいる人はどんどん少なくなって、世界はますますひどくなった。あなたは悪人、罪人だ。あなたの人助けでその罪をあがなうことなんてできない。知ってる、私たちは知ってるよ。あなたの心の声を、本当の考えを、そこの見えない絶望と苦しみを。あなたは私たちの誰よりも苦しみの味を知ってる。あなたはこの世界の誰よりも人形の宿主になることに向いてる。自分を見極めて現実と向き合え。もうあんたたちのデタラメは聞き飽きた。このバカバカしい審判、そろそろ終わりにさせてもらうよ。あんたたちに惑わされない、私は屈しないし絶望もしない。はあ、せっかく第二律者の記憶をわざと見せたのに何も感じないの？恥ずかしくならん？やっぱりあんたたちの仕業だったんだ。悪いけどそういうのは聞かないよ。私
私を信頼して支えてくれる人が私の周りにたくさんいて、彼女たちが私にすべきことを教えてくれた。それを利用して私を動揺させるつもりなら諦めた方がいいよ。あなたを信頼して支えて、あなたをかばって放任しての方、あなたが空の律者であり人類最大の脅威であると知りながらリスクを冒してあなたを生かした。しかし彼女たちにそんなことをする資格、セシリアでも姫子でもシーリンやあなたを助けた時他の人たちのことを考えた？そのせいでたくさんの人たちが恐怖にさらされることを考えた？いや、彼女たちは数千万の命を考えずにあなたを、いつ爆発するかわからない爆弾を、救いようもない罪人を選んだ。それがあなたの言ったすべきこと？自分勝手、所詮は偽善者の自己満足だ。もういい。怒った？仲間が悪く言われるのが気に入らない？誤解しないで。あなたにもいろいろあって、何を言われてもあなたの意志が揺らがないことくらい。でもそんなあなたにも心残りがあって、埋められない隙間がある。私たちはあなたの全てを知ってる。あなたの心も苦しみもね。一般人が虚数空間で生き残れるわけがないと分かってるのに、あなたは何度も何度も自分を騙してきた。あなたはネゲントロピーの他に天命もヨルムンガンドもブレイグジェムを探してて、それなのに今まで何の収穫もないということ。本当は分かってるくせに真実を認めようとせず、自分を騙すかのように絶対連れ戻すからとか言って、ほらほら、まだ誰のことかも言ってないのにもう分かってるんでしょ。彼女があなたの心にある一番弱い部分、あなたの永遠に癒えない傷だよ。もしもあの日に戻れたら、もしも彼女の命を救えたら、あなたは全てをかけて罪を償いたいと思って。動揺しないって言ってるけど、事実を目の前にしてもあなたはまだ平然としていられる？その時が来たとしても、あなたは自分の言った素晴らしさを信じられる？できない、できないよ。だってあなたは退屈極まりない偽善の道を選んだ。それは終わりのない愚者の道だよ。そろそろクライマックス、人の心を震わせる大逆転の時間だ。希望が絶望になった瞬間、あなたはどんな表情を見せる？早く早く来て、私たちによく見せて。どうだどうだ、見覚えあるだろう。誰がそれを持ってたかわかる？どうしてここにあるかわかる？ブレイグジェム！そう、そうだよ。心の中の答えを言え。村田姫子は、もう死んだんだよ。